はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストビルダーズ2ではパート4ですね、やっていきたいと思います。で、ちょっと思ったのが、今部屋ってこの大きさじゃないですか。もしかしてこれ広げればさ、普通に広がるんじゃないかっていう。なんでこいつさ、外で待ってんの、物乞いか。ちょっとね、部屋広げたいんですよね。なのでちょっと待って、壊すんじゃなくて持って、もう2マスくらいずつじゃあ広げてみましょうか。これをちょっとやっていきたい。2マスここまで広げる、いや待って、いやいや、ここまで広げよう。優柔不断みたいになっちゃってるけど、でここ置いて、ここ置いて、ブロックは何個か補充しなきゃいけなそうだけど、とりあえず置けるところまで置いとこう。草とか中に生えてんな、これ邪魔だな。草は刈る。ああ、しまった、ブロック。これブロックってさ、ブロックからブロック生成できないのかな。あ、暗くなってきた、暗くなってきたけど、ちょっと待ってね、ブロック調達したいんだよな。作業台、木材になっちゃったよ。ここって完全に武器しか作れない、装備だけだね。これは回収してくるか。この回収作業が意外に面倒といえば面倒。あと何個必要？いや、結構必要だな。ちょっと待って。まず2段完成させちゃおう。いや、でもこれだけ広ければ、住みやすいんじゃない？やっぱり、広ければ広いほど、広ければ広いほどいいかって言われると、ちょっとそうじゃないかもしんないけど、この苔が、あ、こっからパクってこれんじゃね？この苔でよければ。苔の家か。もっと上質なレンガが欲しいな。てかさ、こっからパクれんじゃん、そもそも。こっからパクれるわ。こっからパクって、こっからパクるのが早かった。ちょっとまあ、とりあえず家を作ることを考えよう。その本当は苔じゃないやつがいいんだけど、まずは住む場所を確保する。あれ、これも、これ持てない？あ、持てるよね。お、家に入ってきた。ちょっと、もうちょっと待ってくれ、シド。今、俺が、いや、これ、毒の沼地みたいなブロックだな。まあ、いいや。よいしょ。よいしょ。で、あと、ここ。こうやって、ここら辺からパクってくるか。そこには置けません。あれだ、足りねえんだ、台が、台っていうか乗れない。ちょっと待って待って待って、おい、よし、オッケー。ちょっと広くなったね。よし、ただ広くなるっていうことは分かったから、もうちょっとね、なんかいい上質なレンガみたいなのがあったら、これ持てる？あ、持てんね。で、ほい、ちょっと待って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 、ここ、で寝よう、一回寝よう、朝にする。そうするとあれか、焚き火の位置もちょっと変えるか。なんでお前らいるんだよ、勝手に人の部屋に、人の部屋っていうか人の家に入ってくんじゃねえよ、マジで。なんなの焚き火さ、なんか家の中にあるっていうのが嫌なんだよな。なんかレンガみたいなもので暖炉的な感じで作りたいんだよね。まあいいや、ちょっと話すか。カカシの周りの土をバッチリ耕しました。カカシを作って畑の場所を決めてくれたから。命の危険を顧みず堂々とビルダーを名乗るだけある。ああ、なるほどね。ビルダーを名乗ったら命の危険、それはみんな破壊されてるからでしょう。畑作りを進める。作物とかやっぱ育てたいからね。種植え、よし、いいね、いいね。これ、やっ
キャベツの種。お、いいねいいね、キャベツか。ぶっちゃけた話すると、土は誰が耕しても結果は同じ。種植えはセンス的なものが問われる。マジで。何のセンスが問われんの。なんか一列とかにしたい気がするんだけどな。え、なんかさ、このさ、ここ無理じゃん。ちゃんと耕したのあいつ。なこの色が変わってるっていうか、もう何がどうなってるのかあれなんだけど、この色のところしか植えらんない。あんまり近すぎるとね、お互いがお互いを養分吸っちゃうんじゃない。なんかそんな気がするんだけど。すごいですね。何がこれなら、あんな調子のドルトンさんやポンペさんもやる気を出してくれるかも。野菜が育つ環境が整いそう。いやでもここの畑まだなんか色悪くね。水まき、小さな丘が見えますか。あっち、ああ、あれのこと。水が湧いています。あんな高い場所から汲んでくるのは少し大変。ビルダーの力であそこに水場的な何かを作れませんか。しょうがないな、やってやろう。お、なになになに、これ設計図か。水場の設計図。ブロック、泥、壊すブロックって何。え、どういうこと。あ、あれを壊せってことか。あれを壊して水をこっちに持ってくんだね。泥でせき止める。あー、ブロックと泥、これでせき止め用のあれを作るのか。神殿の修復だったか。今度は素材集めから自分でやる。泥はこの辺りの地面を壊すと手に入る。モンゾーラ、泥だけは豊富。泥を壊して、最後に水をせき止めてる泥を壊して水を流し入れる。ああ、あれね、昆布を取って食べてください。相変わらず昆布なんだな俺たちのあれは。これは何、全てのブロックって言ってたよね。あ、木材は置けない。あれ、なんか変なになっちゃった。ちょっと待って、分かんない分かんない分かんない。これどこ行った。あ、木材か。ちょ、また操作が慣れないな。あれがせき止めてるやつでしょ。これ壊せんの。で、買った。ちょっと待って、こういうやつは、これじゃなくてこれ。これ一回置いて、で、泥。泥ってどれだっけ。泥一回手に入れなかった。作業台なんかちょっと邪魔だな、これ。こっちに置いとこう。あ、間違えた。おい。作る。うん、まあこれだけでしょ。水場。これとかは持てない。これは持てる。ほい、ここじゃねえし。ほい、ちょっと待ってね。泥、何手に入れてるこれ。あ、これ泥か。これが泥か。あれ、泥をそのまま置くの。なんかほんとわかんねえんだけど。え、そんなんでいいの。泥とか、なんか水あふれちゃいそうだけどね。とりあえずある泥全部ここに置くか。足りないね、まあ、それは後で調達してくるとして。よし、じゃあここら辺をちょっとまた破壊活動するか。破壊と創造は表裏一体。
や、あのじいさんすげえいいの手に入れたな。これ超早い破壊に。これだけの大きい槌を振るなんてパワフルな娘だ。よし、ほい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 。あとこれは破壊しなきゃいけないから、ちょっと一回壊すか。泥で置いておく。え、これで本当に水流れないの？あ、まだ泥2つ必要か。すべてのブロックの意味が分かんないんだよな。え、どこに泥を置けて、ここ？あ、壊したよ。こういうこと？あ、こういうことか。ちょっとあそこのブロックを壊しましょう。これね。あ、水が溢れてるね。水場の設計図が完成した。あいついちいちこっちまで来たんだ。でもこの水汚くね。でもなんかまあ飲み水じゃないからね、あくまでも作物用の水だから、まあいいか。畑に水をまけます。水も土と同じ、誰がまいても結果同じ。チャコプラス6。あー、ハートが増えたのか。流れてってる。回収しよう。まあ、巻いてくれ。ちょ、ここら辺の、あれ、取れねえ。この水ってなくなんないの？永遠に流れてくんのかな。まあ、それはそれで助かるな。ここも結構広そうだからね。一応水まき見てく？いやー、これさ、あ、なんだ。毎回毎回水を取ってくんのかと思ったら、一気に5個やってくれるか。あ、ハートが出た。よし、回収しよう。目が。これ踏んでいいの？ちなみに。ちょっと待って、まだ巻いてないの？お前早く巻けや。お、あと1個。よし、 OK。 健康な土を耕し、種を植え、そこに水をまく。これが畑作りの基本です。島には健康な土がほとんどありません。ああ、そうだよね。腐った土は黒くてテカテカしている。表が緑でも断面が黒いのはダメ。腐った土だから。断面も茶色なのが健康な土。はい、わかりました。種の成長を待つばかり。時間とともに芽が出て葉が大きくなって立派なキャベツが完成する。無事育ったら装備してるヒノキの棒を振りまして刈り取ってくださいねって。鎖鎌とか欲しいな。そうするとヒノキの棒でさ、ぶったたいてさ、キャベツ刈り取るのとっても時間がかかります。あー、なるほどね。種、あ、キャベツの種、ありがたい。要はその何日も経てばキャベツが育つってことでしょ。まあ寝たりしてれば良さそうだけど、まあできることはやっておきますか。順調に育ってます。結構早くない？なんかもっとすげえ何日も時間かかるのかと思ったら。え、じゃあどうしろと、ここから先。こいつは指導。なんかこいつら何やってんの？ああ、結局何にもやってないってことか。あれ、鐘の音がある。鐘の音っていうかベルを鳴らす。いや、鳴らせないよ。お、鳴らした。え、集合した。うむ、よう、どうもです。人をここに集めるだけ。あれ、ここに火があるよ。なんで？あ、くべるための火か。あれ、これは別に持ち出せないんだね。だ、食い物がほとんどねえからな今。キャベツの種とか入れてもしょうがないしな。少し遠出してみる。じゃあ何持ってた。
てかさ、アイテムすげえいっぱいあるんだけど、これ預かり所みたいなのも作れないかな。これどう？いや、まだダメか。よし、じゃあちょっと遠出しよう。あっちの方にスライムがいる。こいつをまずぶっ倒す。ほい、まあ、スライムは雑魚だな、さすがに。あっちの方とかすげえな、大ナメクジ。いって、あ、武器、武器が欲しい。いや、ドラキーがめっちゃ寄ってきたよ。しかしドラキーごとき俺の敵ではない。いや、もうちょっと畑作りする？じゃあ断面がちょっとこれだと壊しちゃうから。これ腐ってるってこと？これ大丈夫なやつか。ん？だからここはあれなんだよ、畑があったとしてもほとんど土が腐ってるってことだ。だからいけないのか。なんだ？なんで挨拶してんだ？腐ってない土を並べなきゃいけないんだね、ここら辺に。そういうことか。なるほど。なかなか難しいな、畑って。カカシって何マスだった？あ、キャベツなった。あ、なった。あ、できた。早っ。もっとすげえ時間かかるのかと思った。ゲーム内時間にしても1時間くらいかかるのかと思ったら全然そんなことなかったわ。じゃあどんどん植えようよ。こんな簡単にできるの？え、もしかしてさ、これ、え、勝手にまた、すげえ永久期間だ。キャベツ食おう。あんまり回復しねえな。まあ所詮キャベツだからね。キャベツってしかも焼くもんじゃねえかんな。ここら辺の、いや、ここら辺は完全に腐りきってんな。早速やることが分かんなくなってきた。旅立つか、やっぱり。キャベツは永久になることが分かったから、もう少しなんかこの不毛な地を作っている元凶を確かめたい。無駄。大波くちゃん2発当てたら離れる。指導いけん。よし、ここは合流す。あんまり遠くに行きすぎるとさ、強い敵が出るとかあるかな。こっちの方は、うわ、落ちる、危ね。ドラキーがいるだけだな。そろそろレベルが上がりそうだけど、いって、見えねえんだけど。あれ、こっちなんかすげえぽいとこに出てきたな。さすがにこれ持てない。持てる。これで家作りてえな俺。いや、でもこれって別に、ゲッ、ちょ、キメラとかマジか。強い。いや、強そうだな。いや、でも倒せない相手ではない。持ち物がいっぱい、持つことができない。そうなんだよ。じゃあどうするっていう話だよね。もう罠いらないな。罠ベッドちょっと置いとこう。休めんのここで。え、こんなところで寝れんだ。どこでも寝れんだな、こいつは。この葉っぱ何？新たなレシピをひらめいた。あ、薬草ができるっぽくない？ほら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 。で、薬草は何と何？まあいいか。ゲッ、大波くじの強いバージョン、こっち強そうだな。あれ、なんか光ってる向こう。逃げろ。あっちか。結構食らうな。え、なんか言ってる。ほら、逃げろ。 OK。 よし、ここは合流す。レベルアップ。レベル3、最大ヒットポイントが上がった。お、なんだ、新たなレシピをひらめいた。レベルでもレシピひらめくんだ。石の剣、これは欲しい。ちょっと材料、ん、
お前、俺が戦う姿を見て武器を思いついたのか。強くなるたびに新しい武器を思いつく。なるほど、そういうシステムか。金床ってやつで作ってみろ。掘つことができません。ちょっと一回帰ろう。後方に置いとこう。道具を整理したいな。その場に捨てるしかないの。石の剣もね、ちょっと持ちたいんで。あそこ誰、あ、あいつか、チャコか。チャコちゃんでしょ。キャベツ、キャベツ、いいね。今キャベツを食って生活するしかない。それだけも悲しいな。生活レベルが上がったとはいえ。石の剣の材料調べよう。石材だけ持って6個も持ってるし、持ち物がいっぱいで持つことができません。悲しい。古びた本とかってどうしよう。ここに置いとく。とりあえず本棚みたいなのも作りたいね。じゃあこれやって装備する。でヒノキの棒とかいらないでしょもう。あ、なんかどうやって、預けらんない。これどうすればいいんだ。18、もう一個作れるね。指導に渡すのってどうするんだ。そこら辺の基本方法が分かんないんだけど。 R3、 マップ、ああこれで見れるんだ。メニュー、マップ、メニューを開こう。荷物、装備、ヒノキの棒、これを捨てる。あ、捨てちゃった。まあ別にいいんだけどさ。じゃあ石の剣だな。これもう一個作ろう。でこれをメニュー、荷物、装備、石の剣、入れ替えってわけではないのか。あいつに装備させたいんだけどどうすればいいんだっけ。指導に渡す。指導が近くにいればいいのか。あいつどこ行った。マジでどこ行った。いねえんだけど。あ、いた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 。おいおいおい、ちょっと待って。話す。え、ちょっと渡してんだけど。どうすんだっけ。指導専用じゃないと装備できないの。共有のものはないの。じゃあいいや、ちょっと一回捨てよう。石材も割と簡単に手に入りそうだからね。一回捨てます、これ。ほい。で、あと何がある。ビルダーの書、レシピ、アイテム、設計図、部屋レシピって何。すげえいっぱいある。何これ、超いっぱい。作成率 1% とか。しょぼいんだろうな、俺、まだ。神殿、水場、設計図って何。どこでも作れるようになるわけではないの、これ。その場所限定か。水場の近くに、なんだっけ、これ作らないと意味ねえじゃん。ちょっとここら辺のさ、土変えてんだけど。あ、今なんか、もしかしてこういうのさ、邪魔なんじゃないか。あ、今たまたまあれか、その育ったあれになったのか。育ちが良くねえな、やっぱり。お腹が減ってきた。あ、本当に。ちょ、キャベツ爆食いするか。お前そんなんでいいのか。腹は満たされた、とりあえず。キャベツは失ったけど。今モンスター寝てるね。スライムとか寝てるな。まあ、いや、石の剣手に入れたから、ちょっと進んでみますか、さっきのところ。アイテム欄的には2つ空いてる。で、ここに寝床がある。なぜか。あ、キメラがいる。何？ジャンプしないといけない？杖。よーし。経験値11、結構持ってんな。これなんだっけ？昆布かなんか。あ、食おう、もうこれ、そこで食う。え、ようこそ鉄柱って言って、
なんでちゅか人間、ニコニコ顔でフラフラしてピクニックってやつでちゅか。モンゾーラ大湿地、湿地で迷子になってもいいように後ろの導きの玉に触れておく。この地のオオネズミやリリパッドは人間に害を与えない。ああそうなんだ、時代は変わったんだな。導きの玉、あ、ワープで来られるようになる。よしよしよし、それはいいね。湿地の入り口か。なんか魔法唱えてきてるね。俺たちは魔法唱えらんない。デインみたいな、ギラかなって思ったけど全然違った、デインだった。うわ、ここの、ちょっと待って、杖囲まれている。いや、氷押す、こいつ親玉か、でけえな。かなりヒットポイント減ってしまった。いって、やばい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 、次食らったら死ぬ可能性がある。頼む、シド強くねえかこいつ。シド、あ、待って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 、寝よう、こういう時は寝る、そのためにこれがあるんだ。マジでよくこんなとこで一日寝ようと思ったな。まあいいや、ヒットポイントは回復した。チャコちゃん、なんかあれができた。いって、何、あ、これ、このイバラみたいな昆布食おう。いらない昆布は。これ何を手に入れた、イバラみたいな持ち物がいっぱい。え、これって1個しか持てないの、イバラ、でっか。イバラなんて持ってどうすんだろう。どこ行く、これ深すぎでしょ、次の目的地が分かんねえな。骸骨剣士がいる向こうに、こっちはまだ早いか。まあいいや、駆け抜けるだけ駆け抜けてみよう。このアーチみたいなところをくぐって、あれ、骸骨剣士みたいなやつどこ行った、走り回ってたけど、あ、いた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 、すげえ移動してんな。こっちなんかっぽい感じだね。あー、アリがいる、アイアンとか弱っ、しかし大量にいるな。軍隊槍か、あ、ドラキーのなんかでっかいやつがいる。いや、ここははめる。ちょっと待って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 、なんかやってるよ、なんだ、やばい、逃げろ。よーし、44とかすげえ経験値持ってんだけど、これ何は、なんだ、ちょっとこれ欲しいな。薬の葉ちょっといいや、一回、あ、薬の葉ちょっとどうにもできないのか、なんか捨てなきゃダメ、樽いいか。え、何これ、ドラキートーテム、青、あー、ただのオブジェクト、新たなレシピ、3色重ねるとトーテムボールになるみたいな、そんな感じね。なるほど、あ、キメラがここまで進出してる、容赦はしない。薬が持てねえな、薬の葉、とりあえずキャビツでなんとかするしかないからな今んとこ。あいつなんか戦闘してなかったな、あ、向こうのやつだ、勇猛果敢に戦ってんな、広すぎる。あー、あそこになんかあるね、ちょっと進んでみるか。ガンガン進んでるけどいいのかな、スタミナがない。うん、これどうやって進んでいく、壊しながら行く。あそこにも玉みたいなのがあったな、よいしょよいしょよいしょ、
広、マジで広、向こうに炎が見えるな。あっちも気になる。あっちの方が簡単そうだな。このまま突っ走っていけばいいだけだっけ。強そう。マドハンドとかいいんじゃん。しかとしよう。スルー安定。これ何？え？ハテナって書いてある。調べる。文字を読みますか。はい。ビルダー、若きビルダーの成長のため、このビルダーパズル。パズルを解き明かせば新たな知恵と輝く宝が得られるだろう。偉そうな物言いだな。確かに。いや、その気があったらって言われても、なんかいきなりルールが分かんねえんだけど。何これ。謎すぎる。なんか作ってパズルを完成させろっていうことなんだろうけど、ここら辺のやつってさ、あ、持てないか。いや、なんかいい土かなって思ったけど、全然そんなことなかった。いや、無理だよね。持てないもん。破壊はできるのかな。硬いわ。無理だ。まず農園をなんとかしなきゃいけなそうだよね。いや、いけねえ。ちょっと待って。危ねえ。こっちの方はなんかまた道が通じてそうだね。またアリか。軍隊アリ。いて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 。軍隊アリなんだかアイアンアントなんだかちょっと分かんないけど。あ、出た親玉。待って、これは危険だろう。え、召喚したのか。あ、キュー。結構食らうな。ただこいつ倒すと経験値めっちゃもらえるからな。レベルが上がりそう。44。まだか。もうちょい。ゴリ押す。いや、ゴリ押す。召喚したとしても、よーし、レベルアップ。結局わかんない。ヒットポイントだけか。お前でも使えそうな技、ありがたい。思いっきり力を貯める。案外悪くない。力を解放する。なるほどね。回転切り。お、なんだ、新たなレシピ。石の斧。あ、これ作ってあげよう。ここら辺のやつ壊せば石材手に入るからね。え、持ち物いっぱいだ。泥はそこら辺で手に入る。キャベツも入るしね。キャベツの種まくか。ちょっと待って、キャベツ今爆食いする。よし。で、こっちのが今重要。え、石の家作ろう。これも、あ、持って帰りねえのか。もうなんかあれになっちゃってるかな。え、送って、あ、石か。石、やっぱり石の家作ろう俺。ちょっとここで材料調達してきます。で、進んでこう。こうやって掘って掘って掘りまくる。で、ワープして帰れるもんね、あっちまでは。あー、もう25個まで。あ、全然違えよ。え、なんか新しいやつ。え、何が持ち物いっぱいなんだ。まあいいか。いや、な、土の家なんてね、ダメだよ。よしよしよし、40個くらい貯めたら、じゃあ行きますか。オッケー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 。ちょっと一回帰ろう。マップ、モンゾーラ拠点、船着き場、湿地の入り口。え、全然探索できてない気がするんだけど。まあいいや、拠点に帰ろう。で、またちょっと家を一から作り直します。大きさも兼ねて。
扉があるから、ちょっと待ってね、ここを一回壊すんじゃなくて、こっちの方に土台として作っとこう。ほい、床も石にしたかったな。そうするとこれあれだね、掘ろうとするとかなり時間かかるな。この作業か。まあどうしよう。この本とかも気になるけどね。家の中に道具置いてくか、ポン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 って。そうやってとりあえず今はなんとかしよう。こういう土は多分あれなんだよね、畑にはならないんだよね。よし、じゃあちょっと石を置くだけ置こう。じゃあ石を置いて、間違えた、ほい、あ、これで家作ろう。まあそんな感じで、じゃあ一旦今日はここで終了して、石の家を作って出来上がったところから次回始めていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。当面の目的がちょっと分かんないけど最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。